皆さん、こんにちは。マーティン、レアのミラクーボーイ、キングタクです。今日は、漢字の、送り仮名もだけど、漢文の、ちょっと勉強し、マーティン、主語プラス述語。何がどうす？大風起こりて、雲も火ようす。こういう感じ。大風起こりて。これが起き字となって、雲も飛ぶ。例えばの話です。主語、述語、目的語、何がどうする、何をというのもあります。主語、述語、そして置き字プラス、保護、何に何と何より。主語、述語、目的語、さらに何にの保護もあります。保護、目的語、逆の場合もございます。はい。さあ、と言いました。白文と訓点。白文は漢文のみの本文でございます。訓点はですね、これね、漢文を日本語の語順で読むための記号でございます。句読点に加えて、読み順を示すために漢字の左下に打たれた送り点と補うべき用語の表現の活用語尾、助詞、助動詞など、漢字の右に三階に示した送り仮名を指すことを言うんです。その原則としては、まあ、助詞、助動詞、活用語尾、あとは、末尾の一字、とがあるというものがございます。レ点、一二点、上下点、高音点というのもございます。まあ、大変ですけども、置き字、再読字、変読文字などいろいろ活用するものがいっぱいあります。というわけで、漢文の話でした。バイバイ。